エマちゃん、俺のお花の方が好きだよな。いや、エマちゃん、こっちの方が綺麗だよな。わーい、お花くれるんでちゅね。どっちのお花も綺麗でちゅ。喧嘩しちゃダメでちゅ。エマちゃん、かわいい大天使。なんだこの刑務所。円満解決、エマちゃん。月給100万の求人に釣られて刑務官の仕事に就いたけど。おい新人監視、俺たちを檻から出しやがれ。なんとか言え、ビビってんのか。俺らの監視を務めるなんて100万目早いぜ。めちゃくちゃ治安が悪い刑務所だな。エマのやつ大丈夫かな。とっておきの秘策を用意したから、こんな仕事楽勝だとか言ってたけど。そこもっとしっかり掘らないとダメでちゅ。幼児が刑務官やってる。ちゃんとやらないとお仕置きでちゅよ。おいエマ、秘策ってこれのことだったのかよ。どうでちゅ、これで囚人たちは私の魅力にメラメラでちゅね。どこの世界に幼児の刑務官がいるんだよ。くそ、なんで穴を掘って埋める作業なんてしないといけねえんだ。こんな無意味なことやってられっか。確かに作業自体は無意味だけど、でもちゃんとやらないと刑期が伸びるぞ。関係ねえ、どうせシャバに出ても俺は厄介もんだ。やっぱり一筋縄ではいかないな。ちゃんと頑張ったらご褒美をあげますよ。ご褒美？そんなもんこの俺が釣られっかよ。言うこと聞いてくれないと困りますよ。わかったわかった、言うことを聞くから泣かないでくれ。あの偏屈な囚人が言うことを聞くなんて、これが幼児の力か。ご褒美でちゅ。よし今日はここまで。ちゃんと作業できたか。いちいちうるせえ野郎だな。おめえも埋めたろが。みんな頑張りましたか。おお、たくさん掘って埋めたぜ。わかりやすく態度が違うな。すごいでちゅ、ご褒美あげますよ。はい。キャンディーか。キャンディーは嫌いでちゅか。嫌いじゃねえぞ。嬉しいでちゅか。ああ、どのくらい嬉しい。逮捕しに来た警官が美人だった時よりも嬉しいぜ。何その状況。てめえなんか文句あんのか。お仕置きでちゅ。おもしれえ。おい、漫画の持ち込みは規則違反だぞ。うるせえな、娯楽のない生活なんて耐えられっかよ。漫画ぐらい読ませろ。気持ちは分からなくもないが、規則違反の罰は受けてもらうぞ。やだね、漫画も渡さないし罰も受けない。まあ、それ私の大好きな漫画でちゅ、私も読みたいでちゅ。お嬢ちゃん、一緒に漫画読むかい。はい。でも規則を破った人にはお仕置きでちゅよ。俺が悪かったよ、お仕置きしてくれ。なんでそんなに素直なんだよ。お、これはビンタでちゅ。でちゅ、悪いことは目でちゅよ。ああ、なんてあったかくて柔らかい手なんだ。人気者でちゅ。ちゃんと頑張ってるみたいだな。頑張ってご褒美にエマちゃんのキャンディーをもらうぞ。最近あれを食べねえと手が震えてしょうがねえぜ。ただのキャンディーなのに禁断症状みたいのが出てるぞ。ああ、なんか文句あんのか悪い。いっぱい穴掘ってとっても頑張り屋ちゃんでちゅね。エマちゃん、俺エマちゃんのためにお花を摘んだんだ。へえ、とても嬉しいでちゅ。よかった、エマちゃんのためなら何だってプレゼントするぜ。盗みには自信があるんだ。思考回路が犯罪者。今日はエマちゃんにプレゼントがあるんだ。このぬいぐるみをあげるよ。わーい、ありがとうでちゅ。どっから持ってきたんだよ。うるせえな、ガタガタ抜かしてっと前歯引っこ抜かす。暴力はダメでちゅ。あ、ごめんな、もう怖いことは言わないよ。笑顔でいることが大事でちゅ。エマちゃんの背に羽が見えてきた、天使みてえだ。何その幻覚、薬やってないよね。エマちゃん、俺のお花の方が好きだよな。いや、エマちゃん、こっちの方が綺麗だよな。わーい、お花くれるでちゅね。どっちのお花も綺麗でちゅ。喧嘩しちゃダメでちゅよ。エマちゃん、かわいい大天使。なんだこの刑務所。レイジさん、私はこれから泥団子作ってきまちゅ。泥団子？危ないからあんまり一人になるなよ。もし襲われでもしたらどうするんだ。大丈夫でちゅよ、私を襲うなんて人いませんから。そんなことわからないだろ。待て、おい、大変だ、囚人が今刑務官を人質にとって脱獄しようとしてるぞ。え、だから一人になるなって言ったのに。間に合ってくれよ。どこに行くんでちゅか。エマちゃんを見ていたらシャバに残した子供に会いたくなってきてな。でもエマちゃんとは離れたくないから一緒に来てもらうぜ、うん、ちょっと待て、エマちゃんを独り占めするな。みんなのエマちゃんなんだぞ。違う、エマちゃんは俺のだ。なぜならエマちゃんを一番愛しているのは俺だからだ。そんな謎理論でエマちゃんを独占しようとするんじゃねえよ。それにエマちゃんを一番愛してるのは俺だ。お前の愛なんかたかが知れてるだろ。俺はエマちゃんを愛するあまり、もらったキャンディーの包み紙を肌身離さず身につけてる。そんなこと言ったら俺だってエマちゃんに触ってもらった方は一回もらってねえぞ。喧嘩はやめてください。
ごめん。あと、私はここに残りたいでちゅ。悪いが、それは無理だ。無理やりにでも連れて行くぞ。おい、囚人、エマを離しておとなしく牢屋に戻れ。目を突っ込んでろ。ありゃぶわ。そう、大丈夫でちか、立て待ちか。どうして俺なんかに優しくしてくれるんだ。お花をくれたお返しでちゅよ。はい、お礼に泥団子をあげまちゅ。エマちゃん、ありがとう。俺、エマちゃんの気持ちを無視して連れ出そうなんてどうかしてた。よしよし、いい子いい子でちゅよ。みんなで仲良く暮らしましょうね。いつかお子ちゃんにも会えますよ。うわ、泣き方怖っ。エマを連れて脱獄しようとしたあの囚人、刑期を終えて釈放されたんだってな。ちゃんと社会復帰してればいいんだが。銀行強盗の犯人が逮捕されました。犯行動機はお金ではなく、エマ刑務官に会うためなどと供述しており。前代未聞の犯行動機だな。その後もエマに会うため刑務所に戻りたがる囚人が続出し、エマとレイジはクビになった。いやー、好かれすぎるのも考え物でちゅね。なんで俺もクビになるんだよ。私たちを助けると思って、チャンネル登録をどうかお願いします。お、さっ、レイジさんを助けられるのはあなただけです。お前が助けろ。